行事37代、式森伊之助行事とは、大相撲において、競技の進行及び勝負の判定を決する者、またはそれを行う人である。行事は、両力士が、土俵に登ってから競技を終えて、土俵を降りるまで、その身体に関して、一切の主導的立場にある。相撲勝負の判定を講示するため、行事は勝ち力士出場の東または西に軍配を、 明白に差し上げることによって、勝負の決定を示し、両力士立例の後、勝ち力士に勝ち名乗りを与えて、競技の終了を示す。土俵上での役割に加え、他にも、番付を書く、場内放送を行うなどの仕事がある。取り組みを裁くことばかりが目立つが、その他にも、土俵入りの先導、土俵際の司祭、本場所、 花相撲及び巡業先の場内放送、取り組み編成会議、番付編成会議の初期、割り引退襲名披露などの仕事がある。巡業においては、交通機関や宿泊先の手配、部屋割りなど、先乗り親方の補佐をする。所属している部屋においては、番付の発送、観婚総裁の仕切り、任別帳の作成などの仕事に携わる。土俵での配置図、 土俵中央が、行事、土俵脇にいる門付け姿が、勝負審判行事は、勝負が決まったと判定したら、どちらの力士が勝ったかを軍配によって示さなければ、ならない。行事の判定に対して、勝負審判などが異議を申し立てた場合には、物言いとなり、協議がなされる。行事は勝負決定の軍配を東西いずれに上げても、物言いが行われると、拒否することができない。 行事自身が負傷等の原因でどうしても勝敗の判定を行うことができない場合、土俵際に控えている別の行事が負傷した行事に代わって勝敗を軍配で示す。勝負の判定を決すると同時にその競技を円滑に進行させ、両力士を公平に立ち上らせるために指導し助言する。勝負規定上は、 取り組み進行役としての役割が最も重要である。他競技でいうところの出身や、レフェリーなどに相当すると言われるが、行事は一時的に取り組みの勝敗を判定するもので、あり、勝敗の最終的な決定権はあくまで、勝負審判にある。行事は、取り組み中の反則の有無は審査しないほか、動体の判定はできない、物言い,いとなった際には、 意見を述べることはできても、最終的な評決には、加わることができないと、近代スポーツであれば、主審に与えられるべき権限がない。実際、行為の行事であっても勝負審判に対して強く、自らの判定の正当性を主張することは稀である。行事は、土俵入りに際しその誘導の役を果たさねばならない。土俵入りには、重量土俵入り、幕内土俵入り、 横綱土俵入りの3種類がある。重量土俵入りは重量格行事、幕内土俵入りは幕内格行事と三役格行事が持ち回りで行う。横綱土俵入りは立行事の木村正之助と式季森伊之助が、方や別に務めるが、立行事に欠員、事故があった場合には、三役格行事がこれを代役する。横綱土俵入りの方には運流型と、 知らぬ日型の2種類があるが、行事の所作に違いはない。現行ではいずれも行事が力士を先導しているが、以前の幕内、重量土俵入りでは、行事は先に土俵に上がっており、入場するのは、力士のみであった。行事は、土俵祭の祭主となる。本場所、地方巡業、各相撲部屋の土俵祭においては、土俵の安泰を願い。 土俵を神聖なる場所にするための浸透儀礼を行う。本場所中は、場内放送を行い、力士の紹介、検証の読み上げ、取り組みの決まり手アナウンス、館内における注意事項や観客の呼び出し案内などを行う。重量格、幕下格、三段目格から10名が担当に選ばれ、うち2名がペアで行う。2名のうち1人がアナウンスを務め、 もう一人が、勝敗結果の記録など補佐を務める。客席の中の末席にし一列目に席があるが、土俵入りの時の力士紹介の際には、土俵だまりに移動し、東方力士の紹介は、青ぶ坂の土俵だまりで、西方力士の紹介は、黒ぶ坂の土俵だまりで行う。取組編成会議、番付編成会議において、審判部が決定した、取組。 番付を記録する初期を務める。取組編成会議の初期には5人1組であたり、割り上長巻きでつなぎ手などの役割を担う。幕内以上の翌日の取組については、顔ぶれと呼ばれる和紙に書き写し、中入り後に、土俵上で、顔ぶれ根性を行う。番付編成会議の初期には3名1組であたり、番付及び、勝負結果の言語である。 巻と呼ばれる和紙をまず作成し、約10日間がかりで番付を作成する。番付は、ネギシ流と呼ばれる独特の相撲文字で隙間がないようにして記載する。これは、満員御礼になるように客がびっしりと入るようにとの願いを込めて書かれる。現在の番付は、三役格行事の木村陽道を中心に作成されている。 割状と呼ばれる取り組みに携わる部屋において、毎日の取り組みの勝負結果と決まり手を巻きに記録する。巻きとは、番付順に力士名が書かれた西の内紙で作られた巻物で、上段に、東方力士名、下段に、西方力士名、右から左へ、幕内力士名、重量力士名、幕下力士名が記載されている。 巡業などの協会の行事のスケジュールや移動手段などを手配する。5名でチームを組み、1年単位で活動する。また、巡業の先発隊に同行し、宿舎の部屋割りを決定する。所属する部屋によっては、部屋の行事の事務を取り扱う。特に、冠婚葬祭の案内状、礼状書きなど、部屋に関する書き物は、ほぼ行事が担当している。 特に若手の場合は、電話番など取り敵と同じような業務を行うこともある。相撲の原型は、平安時代の宮中行事としての相撲設置へに遡るが、この時には、現在のような行事はおらず、立ち合いの合図を出す立て合いと勝負を判定するデイトは、別々に存在していた。相撲設置へは、平安時代の末には廃絶されるが、武士の間で行われた。 武家相撲においては、蘇我物語に、行事という役割が存在することが記されている。天正年間に、織田信長が模様した上乱相撲では、相撲の事務を司る者を、武行と言い、勝負を判定する者を、行事と称した。信長後期には、行事は、木勢蔵春井を、木勢太郎太夫の両人なりと見られ、一般的には、これが、行事の始祖とされる。 一方、戦国時代に、京都の文化が、地方に伝播して各地に土地相撲が発生したが、それぞれの土地で、行事も、また、相撲の家として誕生した。その中には、由緒を相,相撲設営や天章の奇跡に求めるものもある。浮世絵に描かれた取り組み風景江戸時代になって、土地相撲の流れを組む肝心相撲が、盛んになると、京都の五条家と江戸の吉田塚酒が相撲の、 家元として名を挙げる。五条家は中流区下で相撲設営を相撲師として代々取り仕切ってきていた。一方で熊本藩士の吉田塚酒は七百二十六年の世設営の折に相撲師となった四垣義林の流れを汲む四垣の古実伝承を引き継いだ。吉田塚酒は代々追い風を名乗り自ら行事を務めることもあった。法歴年間頃には 木村、吉田、岩井、青柳、吉川、稲葉、風松、新馬笠松、佐志子,子、吉岡、小柳、川島、小野江、西川、西川森久、ざなみら多数の行事家が存在したという。四季守が確認される発令は、この直後の明は四年である。これらの家は、次第に、淘汰されてゆき、幕末には、木村と、四季首の庭のみが残った。 なお、吉田塚酒は三役格以上の行事と横綱に対する免許発行権を持っており、日本相撲協会の推薦によって鹿が免許を出すという手続きを踏んでいたが、1951年1月にこの制度は廃止された。その後も昇進の報告のみは行われていたが、1986年に完全断絶となっている。 かつては小学校低学年の頃から入門する豆行事が存在したが、1947年、児童福祉法や労働基準法の観点から学校の長期欠席の原因となる豆行事が問題となった。行事学校が設置されたが長続きせず、1947年からは一般の小学校、中学校に通うようになった。ちなみに、 豆行事としてデビューし、最終的に立行事となった行事としては28代、木村昭之助が知られている。教会に属する行事全員による組織は、長らくなかったが、勝負判定を公平に行うことが、要請されるなどしたため、1957年、巡業が教会で一括管理となるのを契機に、行事部屋が創設され、行事は全員移籍した。行事部屋は、 経済的理由から1973年に廃止され、行事は従来道理力士と同じく各部屋に所属したが、代わりに、行事全員による組織として、行事会が設立され、若手行事の研修機関として現在まで存続している。行事の装束の例行事の副装房の色は三役格だが、実際の三役格行事は、 横綱土俵入りのみでしか縦脇はしない格の上下さが、顕著な大相撲においては、行事も、例外ではなく、階級によって、行事の装束も大きく変わる。出場する行事は、ひたたれ、えぼしを、着用5月に上下ばかまから変えたし、軍配を使用する。立、行事、三役格行事を、格造り行事、幕内格重量格行事を、格旅行事。 幕下角以下の行事を、はだし行事とも称する。明治、大正期までは三役角、幕内角とすることは、あまりなく紫棒、紫白房、非棒、紅白房、青白房と防飾で呼ぶなど、階級の故障が曖昧であった。また草履と防飾が一致しないこともあった。行事は番付では中軸に書かれ、上位者から大きい字で書かれている。 現在では、同じ段では右に書かれているものほど上位で整然と並んでいるが、古くは中央に木村翔之助や式季森伊之助の名前を書いて、外側になるほど地位が下がるといった形式で書かれるなど、番付上の順位が曖昧となっていた。行事の新規採用は、義務教育を終了した、満19歳までの男子で、的確と認められるものから行う。 新規採用者に対して3年間見習いとして養成期間を置く。ただし、行事の階級順位により番付編成することは妨げない。行事の階級の昇格・降格は原則年1回で9月場所後に開催される番付編成会議において毎本、場所及び毎巡業ごとに審判部長等が作成した。 効果表に基づき審議した後に、理事会において決定し、翌年1月より適用される。行事の定員は45名以内、うち重量格以上の定員は22名以内と定められている。立行事を除いて、それぞれの格の行事を何名にするかは特に規定されていない。ただし、特別な失態がない限りワンランクずつ昇格することが慣例となっている。 なお、立行事に関しては、成績効果から除外され、自己責任において、その身体が委ねられている。行事の昇格、降格は、年功序列によることなく、次の成績評価基準に基づき、理事会の選考により決定する。土俵上の勝負判定の両比土俵上の姿勢態度の、両比土俵上の掛け声、声量の両比指導力の有無日常の勤務、 走行の状況その他行事実務の優劣かつては、能力を一切考慮せず、年功序列により昇格が決まり、終身制でもあったため上位の行事に欠員がない、限りは出世することができなかった。そのため、先輩行事が死ぬと密かに赤飯を焚いて喜ぶという、不謹慎なエピソードも残されている。幕下各行事及び重量各行事は、年9回以上、 幕内閣行事及び三役閣行事は年6回以上差し違いをすると1枚降格の処分となる。ただし1場所で3回以上差し違いをした場合は無条件で1枚降格処分となることが原則となっているが最近はあまり厳格ではない。定年は満6 5歳で2015年より規定が変わって定年日が本場所途中であっても 定年日を迎えた場所の千集落まで職務継続が可能となった。従前は1月場所後に役員選挙がある際、役員選挙権のある立行事は春場所前の2月の定年日まで職務についていたが、通常は定年日を迎える直前の本場所千集落で引退し、後継者に引き継ぐのが慣例となっていた。 行事で幕内閣に昇進した後30年以上行事を務めた立行事、木村昇之助のうち人格、技量など特に秀出た者に省の名誉尊号を与えることもあるが、20代木村昇之助を最後に80年以上経った現在も未だに出ていない。行事は行事会に所属する。立行事のもとで行事会を運営するのは行事監督で、 三役格、幕内格、重量格から一人ずつ選出され、各行事の役割分担などを行う。それぞれの担当部署の責任者は、新弟子に対して、業務の指導を行う。行事の番付は、力士の番付とは、独立しているため、行事の格と実際に裁く取り組みは、必ずしも一致しない。関取の取り組みは、 結びの一番のみを裁く木村章之助を除いて、全員二番ずつ裁く。幕下以下の取り組みについては、同格の行事は、同じ番数を裁くように調整される。そのため、幕内格行事であっても重量の取り組みを裁いたり、重量格、行事であっても幕下の取り組みを裁くことがある。初日から十二日目までの裁く取り組み番数は、幕下格行事は四番。 三段目各行事は6番、序二段各行事は7番、序の口各行事は9番。13日目から先週楽までの砂漠取り組み番数は、幕下各行事は3番、三段目各行事は4番、または3番、序二段各行事は4番、序の口各行事は5番または4番。ただし、序二段各行事と序の口各行事は、取り組み数によって八区番数が増減することがある。 歴史同様、重量格と幕下格以下は、明確に大群に差がつけられており、本場所では、幕下格の行事に代わって、重量格の行事が、土俵に上がると、幕下の取り組みであっても、土俵の照明が明るくなる。本場所の取り組みでは、行事と呼び出しが交代した際に、呼び出しは、行事は、木村でありますとの場内アナウンスがあるが、幕下格以下の行事は、 幕下呼び出し以下とともに、場内アナウンスでは紹介されないことになっている。ただし、千秋楽の幕内土俵入りの前に行われる重量以下各段の優勝決定戦では、幕下格以下の行事、幕下呼び出し以下でも、呼び出しは、行事は、木村優勝決定戦でありますとの場内アナウンスが行われる。最高格である立行事は、担当を指している。 これは、軍配を差し違えてしまった場合には切腹するという覚悟を示したものとする説があり、差し違いをした立行事は、実際に切腹をすることこそないものの、日本相撲協会に、身体伺いを出すことが慣例となっている。ただし、35代、木村昭之助は、かつて行事を行っていたのが武士だったことから、縦脇はその名残に過ぎないと説明している。 現在までのところ差し違いをした立行時の身体うかがいが実際に受理されて退職した例はないが、25代木村章之助が身体うかがいを拒否したために謹慎処分を受け、翌場所前に廃業した事例はある。差し違いそのものよりも慣例を破ったことが問題視されたことがわかる。にというように、四個名の間ににをつけて一斉で呼び上げる。 三役以上の取り組、み、重量最後の一番では、四個名の前に、肩や、小肩をつけて二世で呼び上げる。すなわち、肩や、小肩、となる。三役以上の取り組みでは、一方が、平幕でも二世で呼び上げる。中入り前の一番では、二世の後に、この相撲を一番にて、中入りと呼び上げる。 なお、1988年3月場所千秋楽、横綱北東海道、大野国の優勝決定戦でさばいた25代、四季森伊能助は2世で呼び上げている。番数も取り進みましたるところ、片や小なたこの相撲を一番にて、本日の打ち止めと呼び上げる。この時、本日のの後で、呼び出しの標識が入る。千秋楽の場合には、最後のところが、 この相撲一番にて、千秋楽となる。この場合の呼び出しの標識は、この相撲一番にて後に入る。天覧相撲の場合には、この相撲一番にて、結びとなる。新弟子が前相撲を取り、そこで、成績優秀な場合に、翌場所から序の口に、番付が掲載され、そのお披露目が行われる。この儀式は、新女出世披露と呼ばれ。 中日の三段目取り組みの途中に行われ、幕下各以下の行事が向上を呼び上げる。これに控えおります。力士儀にござります。ただ今までは、番付外に取らせおきましたるところ、当場所、日々成績優秀につき、本日より、番付面に差し加えおきまする間、以後相変わらず、ごひいき、お引き立てのほど、ひとえに願い上げたてまつりますと呼び上げる。 幕内以上の翌日の取り組みを一番ずつ一枚の和紙に相撲文字で書き、明日の取り組みを土俵上で披露する。この儀式は顔ぶれ根性と呼ばれ、横綱土俵入りの後、中入り取り組みの前に行われ、立行事が扇子の上に半紙に割りが書かれた工場を呼び上げる。はばかりながら、明日の取り組みをご披露つかまつります。ことに山、浅に里、右。 あいつ止めまする間、明日もにぎにぎしく、ご来場をお待ち申し上げますと呼び上げる。行事の掛け声の中で、最も特徴的なものが、発い、残った、残ったである。発いとは、力士が動かない場合の掛け声であり、発揮揚々を意味しているとされているが、この解釈は、第二次大戦中に定められたものである。実際には、発揮いと発音されることが多い。 残ったとは、力士が技をかけている場合の掛け声であり頑張って、残れを意味している。なお、審判規則行事の後第7条に、両力士が立ってからは、待ったまたは、八景よいの声をなすとあり、八い残ったを、いわゆる、試合開始の合図であるという認識が広がっているが、これは誤解で、大相撲には開始の合図は一切存在しない。かつては、立ち合いで、 発揮を言わず、残ったから始める行事も少なくなかったが、16代、木村玉光を最後に途絶えている。行事は各相撲部屋に所属しているため、一門や部屋ごとで、そこに属する行事が、木村家か色紙家であるかが決まっている。そのため、入門した時点で、木村家を名乗るか色紙家を名乗るかは、事実上決定している。入門後に仮名を変えることも可能であるが、 伝統を重んじる各界では加盟を変えることを慣例的に行わない。入門すると下の名前としてはまず自分の本名を名乗ることが多いが、経験を積んでいくにつれて、先輩の行事名や以下に挙げるような由緒ある行事名を名乗って三役格まで進み、立行事の井之助、小之助と昇進していく。現在立行事の名前として用いられる。 木村昭之助と四季森伊之助は、かつては、年寄名跡でもあったが、1958年、限りで、年寄名跡としては廃止された。年寄名跡には、行事由来の名跡として、木村世平と四季森周五郎が存在するが、一般的には、行事家の名称と被らないように、頭文字を取って、木瀬、四秀と呼ばれている。この他、 かつて立行事の名前として用いられた行事名として、もともと大阪相撲の立行事であった木村玉之助と木村聖之助がある。木村玉之助は東京相撲では小之助、井之助に次ぐ三人目の立行事名として用いられ、副立行事が導入されると副立行事名として用いられたが、 13代、木村玉之助が1959年11月場所、限りで定年退職し、1960年1月場所に、副立行事が廃止されたのを最後に、現在に至るまで襲名されず事実上と絶えている。また木村聖之助は、東京加入の再二立行事名から除外され、当時の8代、木村聖之助は三役格に降格したが、 現役中の1942年5月場所後に死去したのを最後に、これも現在に至るまで襲名されず事実上、途絶えている。他にも数多くある由緒ある行事名の中には、木村田芝、木村渡り、四季守御蔵など、ここ100年以上襲名されていないものもある。一方で、二千六年には、四季森一郎の名跡が十六年ぶりに復活したり、 2014年には、木村銀次郎の名跡が84年ぶりに復活するといった事例もある。現在は、木村姓と、四季主姓しか残っていないが、江戸時代にはこの他にも以下に記すようなたくさんの姓を名乗る行事家が存在した。これまでに、吉田司や五条家吉岡家、岩井屋、長瀬家、吉辺家、西川家、横山屋、佐々波家、稲葉家。 森や、小柳や、小野や、川島や、吉川や、新葉や、青柳家、釈子屋、などが確認されている。例えば、江戸相撲の初期の番付には、岩井家七という行事名が存在し、東京以外では、明治や大正まで、吉岡家,家や岩井家が残っていた。以上に記したかつての行事家の中で、例えば、小野家などは、 相撲部屋と同盟のせいであることがはばかられたために、達成改正、もしくは合併的に消滅することになった可能性も指摘されている。これらの行事化が姿を消したのは、各地の相撲工業団体の合併、消滅、相撲工業からの撤退、権力争いによる、敗退、五下断絶などが理由であると推測されている。2 0 2一年十一月十日、時点。 木村筆之助幕内閣、六代、木村正二郎三役閣、八代式主幹太夫三役閣、十代式守るよ太夫十六代、木村玉子五代式主幹太夫七代式主幹太夫、木村筆之助二十六代、式季森之助十五代、木村玉子二十四代、木村章之助木村はじめ堂、木村みな、今日二十九代、式季森之助二十五代、式季森之助四代、 木村正直十大代式主金、太夫十六代、木村玉子十代四季森尾之吉六代、木村玉次郎四十一代、四季森伊之助木村光彦三役格、四代、木村玉次郎幕内格、8代式主金、太夫三役格、八代式主金太夫三役格八代式主金太夫ありがとうございます。